はい、肉が食いたいぜということで、京都へおいだすどうみっさ京都あきです。はい、今日はね、無性にステーキが食いたい。ステーキを食って力をつけて筋トレしないけどタンパク質を取って元気になりたいということで、今から河原町三条まで向かわせていただきます。それじゃ行ってくるぜ。ゴーゴーゴートリプルゴーレッツゴー、行ってきます。京都生まれ京都育ちの人間が美味しいものを食ったり飲んだりするチャンネルです。チャンネル登録よろしくお願いいたします。天気もいいよ。鴨川、今から河原町、ここや。着いた。着いたで。行ってくぞ。おらら、いきなりステーキじゃ。テイクアウト。これを一個ずつ頼むぞ。はい、ということでできたぞ。何で知られましたかって聞かれた。インターネットって言ったけど、なんかいまいち認知度が薄いみたい。知らんけど。はい、みんな買ってあげて。どうえ。どんなえ。これが俺の牛タン。よし、これが俺はいきなりステーキ重。よっしゃ。そしたらまず俺のいきなりステーキ重。おらー、うまそうやな。これ肉 150g らしいわ。でこれにタレかけるから、タレ。よいしょ。おっと、タレかけます。よっしゃー、こんな感じです。よっしゃー。よし、ほな次は息子の牛タン。うわ、これうまそうやな。これ分厚いで。これの方が高級やね。これ高級な方をやっぱり食わしてやりたいんで。よっしゃー、うまそうね。うまそう。この牛タンは分厚いで。これ値打ちあるで。これうまそう。よっしゃ、やっと食えるね。おい、これはやばいね。ちょっとまず食レポしてくれや。ブロッコリーかい。ブロッコリーかいわ、さき。うん、タレうまいわ。タレがうまい。ニンニクベースやな。ニンニクベース。うん、めっちゃめちゃいい肉らしい。よだれ出てきた。あとで肉一個変えてくれ。これ1200のあぶったら値打ちあるで。な、俺も食うわ。これですよ。よっしゃー、いやー、やっと食える。長かったここまでの道のりが。しゃー、いただきます。はじめということでね、初のいきなりステーキテイクアウトですよ。いやー、楽しみやな。な、俺もブロッコリーから行こうか。うん、ブロッコリーもなんか炭かなんか知らんけど香ばしい味付けになってるわ、これ。じゃあステーキいきますよ。結構ね、細かく切られてますね、これ。おらー、よだれ出てくる。
いただきます。おお、これこれステーキバキュームやぞ。これこれはバキュームや。行くぞ。うわうまー。これうまいね。タレがうまい。店員さんに聞かれました。何でテイクアウトしられましたかって。インターネットですかって。はい。うん。昨日たまたまステーキが食いたいなと思って、いきなりステーキ持ち帰りしてへんかなと思って調べたんですよ。河原町三条店でテイクアウトしてるということで、ほんで早速行ったわけなんです。イオンモールではなんかしてへんのかな知らんけど、五条のイオンにもあんねんけど、そこ書いてへんかったな。やってたらごめんやけど、と肉買うけ。どれ、もっとどれ、ガバッとどれ。ちょっと待ってよ、これはできるやろ。ちょっと待って、うん、うまい。柔らかいな、うん、俺いきなりステーキ言ったらね、前動画出したんやけど、その時なんかむっちゃ硬かったんやわ、筋ばっかりで。今日すごい柔らかいわ、これ。やっぱ頑張っとんな。この肉をね、この料金で出すっていうこと自体ね、考えられなかったと思うわ。うん、ほなタン食うていくわ。しゃあ、そしたらタンいくぞ。タン、しゃあ、いただきます。おおこのタンやばいで。いきなりステーキでね、タンあること知らんかったけど、もう今回初めてちゃうかな、これ。やわらかしかもね、むっちゃ脂乗ってるわ。うまいね、これ。うまい、これはうまい。これはやばいわ。ほんでまだね、あんまこの持ち帰りね、認知度ないみたいわ。だから俺が認知度上げてやる。いきなりステーキ俺に任しとけ。いくぞ。続いて男食いじゃ。しゃあ、肉をまず食うて味わって、でもタレがいっぱいで男食いできひんわ。タレがいっぱいや。とりあえず最大限に持っていくぜ。うん、うまーうまい。これぐらいリアクションしろや。これぐらいリアクションしろやねえ。うまかったらこれぐらいリアクションできるやろ、人間。うめえ。これほんま最高やわ。明日からいきなりステーキ人気挽回よ。ほんま、また店で撮るからしっかり俺を覚えておいてください。いきなりステーキさん、知らんけど、うまー。ウィル・キルソンです。ああ、うまい。うわ、米食え。食えや、米。おめえ、よっしゃー。このタレがね、また米進めます、むっちゃね。ペロッと食えるわ、このタレで。もう肉がなくてもこのタレで
楽しめます。コーンとかもね最高や、箸休めに。甘いわコーン。うん、店で食うたら 150g やったらちょっと少ないかなって思うけど、弁当やったら150で十分やわ。ラストの一口、ご飯をかき集めて貴重な肉と一緒に食らいます。飲み込みたくねー。うまい。ということで完食ですよ。いやーやばかったね。見直しましたよ、いきなりステーキ。これはねちょっと定期的に食いたいね。お世辞抜けてマジうまかった。もうタレがもううまいわな。肉も今日は柔らかかった。とっても次はね一人でねこの極厚のねタン食いたいね。タンあれ150よりもっと入ってるぞ、うん、なあ200ぐらい入ってんちゃう、知らんけどね、知らんけどほんまボリュームむちゃくちゃありました。ということでいきなりステーキさんがテイクアウト始められてますんで、皆さんよかったらご利用いただいたらいかがでしょうか。ということでむちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様愛してまーす。ありがとうございました。お前もやれや。ありがとうございました。